そうね。本日は、昨年の40周年記念を兼ねた、夏季研修会のご案内を申し上げましたところ。だから大変だね、上がるまで。皆さんのお話があって、さて私かって言うんですぐだなと思ったら、私の前に3人。こういう大会、しかも40です。大変重みがある。私は、連盟だろうというふうに思います。で、会長から重みのある人が来たっていうのは何を持って重みがあるっていうのは、どうも彼の話って自分の体型でもいいんだよ。そしたら体重が重いっていうことを言いたかったんだけど、まあ正直言って、逃げてありますからね、私は。なんとか2桁に減らそうと思って、去年の大変な努力をしてるんですよ。参議院の先生方の日頃の政治活動、また政策研究会等々も年に3度も開かれている、大変尊敬もし、また素晴らしい営みをされている自由民主党の中でも、極めつけの地域ではないかと思っております。現在、自由民主党に対します、大変厳しいさまざまな面での風のある中、やはり先生方のように党を愛し、郷土を愛し、また国を愛する、東京都を愛する、こういう先生方のご指導をなくして、自由民主党の再生並びにこれからの新地の挽回、こういうものもないのではないかと思っております。